ら、こんにちは、シエラです。今ちょっと娘が朝寝しているので、その隙にお昼の離乳食を作っていきたいと思います。で、今日はこんなものをスーパーで見つけました。じゃん、テンペです。皆さん、このテンペってご存知でしょうか？私は最近初めて知ったんですけれども、インドネシアの大豆の発酵食品らしいです。なんかテンペ菌とかいうバナナの皮とかについている菌をつけて大豆を発酵させているらしく、納豆みたいな感じなんですけど、でも納豆みたいに、まあ、粘りとか、臭みとかがないので食べやすいっていうことらしいです。なんでこれを知ったかっていうと、私は離乳食のアプリを使ってるんですけど、その中にテンペっていう風に普通に書いてあって、誰でも離乳食作る人なら知ってるやつなのかなっていう風に思っていろいろ調べたんですけど、まあ、今まであまり聞いたことがなくって、離乳食作ってる方ならもしかしてご存知かもしれないんですけど、皆さんご存知でしたか？私もまだ食べたことないんですけど、近くのスーパーで普通に売ってました。友人から教えてもらって、まあ、大豆なので納豆と同じコーナーのところに冷蔵で売ってました。というわけで、大豆なので、まあ、どんなものにでも基本的には合うみたいなんですけど、まだ離乳食の中期なので、まあ、これをちょっと細かくカットして野菜スープに入れていきたいと思います。それではスタート。見た目は確かに納豆とか茹でた大豆っていう雰囲気ですね。かすかに納豆っぽいかもしれないけど、でも基本的には本当にただただ大豆の匂いって感じで、いい匂いです。癖はない。切っていきます。普通に蒸した大豆を固めたやつっていう感じで、特に特別なんか変わった味とかでは全然ないですね。うん、味付けしたら結構美味しく食べられそうです。確かに癖はない。なんか普通におせちとかの中にある黒豆の全く甘くないバージョンみたいな。そうね、砂糖とかで煮たら普通にそういう感じになりそう。後味がちょっとだけさ変わってる香りがするような気がしなくもないって感じ。でも全然気にならないレベルだね。朝寝から起きたお嬢ちゃん、どうもーって。あたちのご飯まだ？まだ今作ってる最中だから、一緒にやってよね。だいぶ髪の毛生えてきたよね。ふさふさになってきた眉毛が。まあちゃんって感じ。
からさ、完成しました。こんな感じでおかゆと食べます。残りはの食事ね。離乳食を作る日は同時にやってしまう。もうよこせ状態。よいしょ。はい、蒸したてのブロッコリーからどうぞ。あ、人参もね、人参もいるよ。はい、どうぞいただきます。じゃあこれね、テンペ食べてみよう。はい、どうぞ。はい、あむ、どうかな。うん、いいかな。